あ,あ、マジで。合併して、4人になりませんかうぅーああ、混ざるミートポイントけ、よーしあははいいですね。今まで使う側だった人間を使われる側に はい、うももアアニメリククターのでです今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見見てていいくのはブルーロック第15話見ていこうとと思いいいますはいというわけで始まりました。ブルーロックですね。今回も楽しんでやっていこうと思います。もうスポコン大好きおじさんということで、もう毎週毎週楽しませていただいているブルーロックなわけなんですけれども、まあ、前回はね、もう本当にリンに負けて、もうどうしようもないどうしようもないっていう感じになって、割と修行編に入ってくるのかなと思いきや、前回急にバローが降りてきて、なんかもうバローと、なるはや とバトっていくぜみたいな感じでもう激アツな展開が急に来てさらにバローと戦っていく上でなんかナギが覚醒したりだとかもうどん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 テンポよくお話が進んじゃってるので今回多分バーサスバローチームともう本当にバーサスイサギチームどっちがこう勝つのかっていうところで多分今回決着つけていくのでまぁよっちゃんがねどうやって自分の武器と向き合っていくのか色々注目ポイントありますので今回も楽しんでやっていこうと思います それでは見ていきましょうよーいスタートさて、バンダイナムコ。いや、もう、毎週毎週楽しみですね、ブルーロックに関してはね。マジでおもろい。さて、バンダイナムコフィルムワークス、レッツゴー。角川、後段車か、ま。毎回間違える。さて。なるはや。 そうだな、ね、でも、なるはやも武器見つけて覚醒してんだもんなぁ。やべぇ。ブロック。さあ、22だよね。さあ、で、 さあ、完全に、舐められているわけだよなぁ。ここででも、バローがパス出すって。さあ、す抜け出された。さあこ、こう、うこく、あほトしさすが、ブルロックマン 奪ってカウンターやべえバルーが来てるいや、マジかそれファールじゃないのサッカーわからんけど、あれってファールじゃないのタックルじゃんもう。あー。そうか。そう、あ、そうか。 ああ、なるほど。勝つ。勝つ。OK, OK, 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 OK. はい。というわけで、ブルーロック始まりました。ブルーロック、Amazon プライムで見ている方は、Dodo というね、拡張機能を使うことによって、快適に僕のリアクション動画と同期することができるので、今、リアクション動画を見ている方、ぜひともね、コメント欄からどう d o をダウンロードしてみて、一緒にこう再生していただけたらな、なんていうふうに思っております。はーい。 そんな感じです。<laughs> ぜひともね、DOD を使って快適にド o d をやっていきましょう。ブルーロック以外も見れるのでね、よろしくお願いします。はい、というわけで。やっていきましょう。さあ、めちゃめちゃ熱い。いや、でもさそうだよな。でも、それのせいでリンをまくることができなかったんだもんね。リンクをね。先に回られてたわけだもんね。だから、誰よりも先に未来を見て、誰よりも先にその未来に到達する必要があるわけだもんな。 前回はだからその動きがなかったせいで、リンに先回りされたわけだもんね。お前の視界は俺も見てんだぜ、みたいなんで。確かにそう考えたらなでもなんかこう見るとなんか、リンくドリブルのスキルも高そうだよな OK, 行こう世界一のエゴイスト。いやー、まじ楽しい。ブロック。OK, ケー別 s くう、時期。さて、お互いに立ち位置を把握したわけだ。 そうだよなまあシュートスキルがあるなら十分だよなどっちかっていうとヨッちゃんのが上な気がするあ,あどうするそうだよなハマれば強いっていうのはヨッちゃんの魅力だけど はめるまで行かないといけないな、自分で。はまりに行かなきゃいけない。オッケーオッケー。パスワーク。あんいやー、瞬発力が。カットさあ。ねえ、ほんとに泣きだより、でも、バロウが、マークして、 うめえなんか見つけないとてかどっか止めないとこのままじゃレッドに押し切られる見方を変えるやばいな。 思い入れが。うん。考え方。ああ、構築し直す。ダイレクトシュートを捨てるいや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 うわ、ナイスなぎキープしたけど、来るぞ いやーやばいうめえやばい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 。まだだあれ目がピンク色にやばい、どうする天才たちの前にいやもうそれ強すぎー いやーでも頼らざるを得ないところが悔しいわけだな。いやあ、なぎ頑張ってる。あと少しなんだけどな。でもさバローのオーラは青なんだよな。ああ。いやいや。背後を見る 視覚回り込む力視界が見えてるはあ。だとしたら オフザボールボールのない時うん覆える常に未来を見続けるボールのない時も目線を見てるのか 資格？資格を消すああ。そうか、なるはやを食うわけだナイス組み直してる、組み直してる 考えてる、考えてる、考えてる、考えてるオフサボールで何をするかだな。視覚やばいやばい、目覚めつつあるぞ。 ハマりそう、ハマりそう、ハマりそう。オーケーストライカー。<laughs> 信用できる言葉。や、ばいな、何すんだろう。全くわかんない。さて。あら。あ、なるはやファミリーあ、餃子。 長男ああ、貧乏なのか。あららら。送り人になると。ああ、両親亡くなってんのか。 そうか。笑顔。潔に勝負挑んだ時も笑顔だったもんな。うわぁ、まじ、ちょっと待って、ちょっとな、折り下げないで辛くなる。事故か。大学生のお姉ちゃんと高校生の弟か。この二人が支えてんだな。 うわあ、めっちゃいい子じゃねえか。強化して選手。うわあ、めっちゃいい子なのに。いや、マジで。ええー。あ、ま、さに。ああ、そのキャラメルか。ああ、お守り。ああ、だからあ、そうか。みんなが帰いうわあ、マジで <laughs>。 なんとか、あの、合併して4人になりませんか ?4 人でやりましょう。エゴさん、4人にならないかいそれもエゴだと思うんですけど。うわ、マジかわお、張ってる。 あら。でも、まだ覚醒前じゃないか青だよな。でえ低音学そっちうわ、マジでナイスブルーロックマンブルーロックマンナイス最高のキーパーだ あなたが日本代表だブルーロックマン。さて、飛び出した。直接行く迷ってる迷ってる迷ってる。いやーダイレクト、覚醒する ねえマジであぶねえナイストラップえつごすいませんつばとびましたよっちゃん埋めようとしたトレースオン盆栽裏に飛び出した うわあわあわあワンワ,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 ワンだ、はあっ目の動き、はあっこっちを見てる。 おあっオレンジ色に隙をつるわー混ざったきたうわー混ざるミートポイント よしいけよーしはは <laughs> 作る能力を食った <laughs> よっしゃー <laughs> うわぁ、でも、なるあや。 そうだな。うわ、でも、そう。 うん。あ、うんはあ、見抜いたわけだな、根幹を。 うん。適応の天才。 どっちどっちバロかうわっ <laughs> <laughs> けどなるはやごめん。 ごめん,んああ終わらせてしまった。 ああ、もうこれ辛いって、マジで。え、でも、あの、日本代表になれないだけでしょプロになってお金を稼ぐのは、できるよねうわー うわあなるはや。脱落。そう、でも、なるはやもここまで来れたんだもんな。武器見つけてね。さて。誰だレオレオじゃないレオだ、レオレオ、レオ、レオ、レ,レ,レオ、レオ行こう、レオ。脳が破壊されてるから。 やばい <laughs>。煽り合いだ <laughs>。うわこれさこれ、これさえ、これさなぎバローえ、これさなぎバローえなぎバロウよっちゃん、バーサス、レオ・国神ちぎりお、これ やばいな。それはやばいな。うわー、でもいいですね。やっばやばい、バロー。仲間に入った、ジャチ。いや、捨てられるかもってちょっと思ったんだよ、多分。いや、なのにさ、子だからさ、ちょっと。 やばい。なるはや取られるかもしれないっていうところさ。でも、俺を選んだ。お、マジみたいな。でもさ、やっぱり、今まで使う側だった人間がさ、使われる側になっていくわけですよ、よっちゃんに。そうなった時に。あ、マジで。いや、いいですね。いいですね。今まで使う側だった人間を使われる側に落とすっていうのは、とてもとても興奮しますね。あははは。いいな、エンディングちょい。新エンディングだね。 ユニゾンな、ああ、いいな合ってるよね、でも、このなんか、テンポ感というか、疾走感というかね。いいですね、でもやっぱり、ここら辺のやっぱり曲が、もう、この世代というか、このサッカーを目指している少年たちの応援ソングになるんじゃないですかうわぁ、ガガルにも相いてさて。 バチってるやばいバチてるバチてる。やばいやばいやばい。あら、でかいベッド。<laughs> いや、絶対、バロー。まあ、体でかいしな、バローは。でも、なぎは、寝相いいぞ。 <laughs> 負けたというのに傍若無人。お元キング。<laughs> かわいいバロいや、いいな。やばい。いい、いいチームになりそうです。やばい。バロめっちゃ好き。あー、いいですね。でもいいですよ。 でもどんどん適応してくから、バローも。あら、アディショナルタイム。あら、レオだ。で、結局この3人か。あら、入念に歯磨いてるのレオ <laughs> 怖い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 。脳が破壊されてしまってます。 やばいやばいやばい。やばい,やばい,や,ばいやばい。脳が壊れてしまってる。完全に修復可能です。ああ、ああ、ああ。まあ、今まで欲しいもの全部持ってってたもんね怖怖い怖い。怖い。<laughs> 完全に乙女。やばい、お嬢様よりお嬢様かもしれない。え、でもさ。 かわいいな、レオも。いや、でも、ちょっと、バローもちょっとかわいいんだけど、気になる、気になる、気になるって、気になるって。 はい。というわけで見終わったわけなんですけど。いや、すいません。年がいもなく興奮してしまいました。とても面白いというような感じでね。いいですね。バローどんどん好きになっていく。いや、かわいいバローベッドにこだわるんですね、バローちゃん。いいですね、いいですね。こうやってやっぱり、なぎと一緒に行くことで丸くなっていくバローをもっともっと見ていきたいなっていうふうに思う。やっぱりね、いいですね。バローとガガマルなん,かやっぱりなんかやっぱりブルーロックの中の推しといったらやっぱり多分僕はガガ丸とバローになるかなというふうに思いますね。でもバチラも好きなんだけど。いやー、みんな好きだ いや、いいなでもやっぱりバロー可愛いな。ベッドにこだわるバローめちゃめちゃ可愛いし、なんか揺れて迷惑なんだよっていうさ、そのさ、二段ベッドのなんかこだわりみたいなものが強いバローめちゃめちゃ可愛いし、すごい好きですね。はい、素晴らしいなという風に思う中で、まぁヨッチャはね、もう、なるはやを食って、 強くなったわけなんだけど、まだまだでもこれを見る限り、よっちゃんって成長幅あるよね。僕はサッカーやったことないから、本当に門外観の意見で申し訳ないんだけど、なんか知ったような口を聞くなって、なんかサッカー経験者に言われそうなんだけど、なるはやの動きって割と基礎中の基礎じゃないなんか、なんかすごいこの裏を取って走り出したりとか、なんかこの視線のなんか捉え方だったりって、割となんかこの世界の世界レベルのプレイヤー、言ってしまうとりんちゃんとかもできてる動きだから、そうなった時に、な、何なんだろうなんか、 まだまだそれに気づけてなかったよっちゃんは成長幅があるんじゃないかなっていうふうに思う。割となんか、なんかこの現代でのっていうか、このリアルでのストライカーとしてやっぱり見るべき動きっていうのも、多分そこら辺はやっぱり基礎としてあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、それを極め抜いたのがなるはやの動きで、それをさらになんか、何ロジックというか、その何ノウハウみたいな経験から生まれたその技術のノウハウを盗んで完全に取り込んだよっちゃんはさらにすごいよねっていう話ではあるんだろうけど、いや、いいですね。 まだまだやっぱりストライカーとして培う技術が、よっちゃんにはまだまだ足りてない部分があると思うので、それを吸収しきった時にどうなるのかなんなら味方から食っちゃう可能性だってあるわけだからね。あー、いやーでもいいですね、いいですね。すごい面白い。いや、でも次回気になるな。次回、国神ちぎりレオじゃないどうだろう ?4 人の時に当たるのかな いやでも、だとしてもさ、この三人と戦うってなったら、絶対この三人の中から一人奪うっていうことだからさ。いやー、よっちゃん、バローなぎのチームで、ちぎり、国神、レオと戦うっていうことで、どうなんだろうな。いや、でも欲しいのは、あのチームと戦う中で欲しいのは、あれだよな、やっぱり。いやー、こ、どうなんだろう。いや、ちょっと待って。えっ、ー、と、この三人と戦うと仮定したときに、欲しいのはレオかちぎりなんだよ。国神は完全にバローと被っちゃってるから、 なんか本当にピースをこう何なんかこうはめるっていう点では、国神はちょっとバローとかぶりすぎている。だから、国神がどういうスキルに覚醒しているのかによるんだけど、少なくとも当たったら国神が取られるっていうことはなさそうなんだよな。だから、国神がよっぽどドリブルスキルが上がってるとか、そういう覚醒をしてない限り、うーん、ちぎりかレオになるんだよ。 で、今んとこ引き出しが少ないのがレオなんだよね。やっぱりこう、出きってないというか、まだまだキャラとしての出城があるのが、レオだから、レオなぎ、 レオ、ナギ、ヨッちゃんバローもめちゃくちゃ熱いなっていうところではあるわけですよ。やっぱり結構やっぱりどん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 尖り出してきてるから全員。その中で一番重要なレオがいると、さらに掛け算がなんか爆発していくっていう可能性でもあるけど、まだレオの武器っていうものはもうはっきりしてないわけですよね。すごいもちゃもちゃしちゃったんだけど、レオの武器っていうものもはっきりしてないわけですよね。器用な存在ではあるっていうところではあるから。 ああ、次何を盗むかだな、よっちゃんがね。うん。盗んだ相手は用済みだっていう感じになっていきそうだからな。どうなんだろう。多分もうこの段階になったら、こう動く動きもあるし、多分遠距離から狙える。 あれっていうのを手に入れてくるんじゃないかな結構やっぱり遠くから狙えるような角度だったり、なんかある程度の条件付きでミドルシュートも打てるようになっていくんじゃないダイレクトで。うん、そうなった時にやっぱり食われた側である、やっぱり国神は外れていくって感じになるのかないやでもやっぱりさ、そうだよね。ちぎりとかになるとだってやっぱり完全にフィジカルだからさ、盗めないわけじゃん。ちぎりのこの才能っていうのは、だって特殊な筋肉の付き方がしてるからめちゃめちゃ足速いですよっていうのがちぎりじゃんね。 ああいやー、これどうなんだろう。うわー、マジで気になるなー。何なんだろう。いや、誰取るかなでも、レオだよな。レオ取りたいよなー。レオがいると、さらに伸びるっていうのはあるけど、いやー、どうなんだろう。でも、国神取るのも、まあ、全然ありだと思う。国神取るは全然ありだと思う。国神とバロウの化学反応も見たいから、いやー、これ気になるなー。次、戦うのかなでも、どうなんだろう。4人4人で戦う可能性もあるじゃん。また新たに、本当に、なんだっけ、何だっけ、青森のメッシュを仲間に入れる可能性だってあるわけだから。 ああいやこれどうなるんだろうな4人になった時どうするかまだまだ気になるところはありますのでちょっと注目していきたいと思いますはいいやーどうなるんだろうそうだよなバローたちに勝ったチームっていうのもいるはずだからな4人になったらねあーまだまだ気になるところがいっぱいありますが次回も楽しみに待とうと思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますのでなんかね僕が勘違いしてる部分があればコメント欄でいろいろと補足いただけたらなと思います3人になったら戦えるよねレオたちとね そうだよね。どうだろう。ちょっと <laughs> 忘れちゃったんだけど。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わりますので、次回楽しんでやっていこうと思います。以上、ブルーロック第15話でした。バイバイ。